今回は紀子さまと悠仁さまに関する最新の話題をお届けします。最近紀子さまの隠された苦悩が明らかになり、その内容に国民が絶句しています。紀子さまの苦悩とは一体何なのでしょうか。そして悠仁さまの進学先や宮内庁の本音についても深掘りしていきます。最後までご覧ください。紀子さまは1966年12月11日に東京でお生まれになりました。お父様は学習院大学の名誉教授であり、お母様は福祉活動に熱心な方でした。紀子さまは幼少期から優れた知性と礼儀正しさを備え、多くの人々に愛されて育ちました。学習院初等科から大学まで進まれ、学習院大学では心理学を専攻されました。ここでの学びが後の紀子さまの皇室活動に大いに役立つこととなりました。1990年、秋篠宮様とご結婚されました。紀子さまはこの結婚により秋篠宮妃殿下となり、多くの公務をこなされるようになりました。特に子どもたちの教育や福祉活動に力を入れ、数多くの慈善活動や公式行事に参加されてきました。その温かい人柄と真摯な態度は多くの人々から尊敬を集めています。紀子さまと秋篠宮さまの間には3人のお子さまがいらっしゃいます。長女の眞子さま、次女の佳子さま、そして長男の悠仁さまです。特に悠仁さまは皇位継承順位第2位であり、その将来には大きな期待が寄せられています。紀子さまは母親として彼の成長と教育に非常に熱心であり、その努力は多くの場面で見受けられます。悠仁さまは幼少期から多くの自然科学に興味を持ち、特に昆虫学に対する関心が高いです。紀子さまは彼のこの興味を大切にし、可能な限り支援してきました。これは彼が将来の進学先を選ぶ際にも重要な要素となるでしょう。紀子さまは息子が自分の興味を追求し、学問的な成果を上げることを心から願っておられます。しかしその一方で、紀子さまは非常に大きなプレッシャーを感じておられることも事実です。彼女の苦悩の一つは悠仁さまの進学先選びに関する世間の期待と批判です。多くの人々が彼の進学先や学問的な成果に注目しており、その評価は時に厳しいものとなります。このような状況で紀子さまは母親として、また皇室の一員としての責任を重く感じておられるのです。紀子さまのプロフィールとその生涯を見ると、彼女がいかに多くの困難に直面しながらも常に前向きに努力を続けてきたかがわかります。彼女の強さと優しさは悠仁さまにも受け継がれており、これからも皇室の一員としての役割を果たしていくことでしょう。続いて悠仁さまの学術活動と国際昆虫学会議についてお話しします。悠仁さまは幼少期から自然科学に強い興味を持ち、特に昆虫学に深い関心を寄せてこられました。その結果、彼は長年にわたりトンボの観察と研究を続けておられます。この情熱は彼の将来の進学先や学問的なキャリアに大きな影響を与えることでしょう。今年8月に開催される第27回国際昆虫学会議は京都で行われる予定です。この会議は世界中から昆虫学の専門家が集まり、最新の研究成果を発表し合う場となっています。悠仁さまもこの会議に参加し、自らの研究成果を発表される予定です。具体的にはトンボの生態に関する共同研究の成果をポスターセッション形式で発表されるとのことです。悠仁さまの研究は単なる趣味の範囲を超えた本格的なものであり、昨年の秋にはその研究成果が明治安田生命と国立科学博物館が主催した企画展で紹介されました。また彼は昨年11月に初めての論文を発表し、その論文は宣長として彼の名前が記載されています。このように悠仁さまは若くして学問的な成果を積み重ねておられ、その姿勢は多くの人々から評価されています。しかしこの学術活動が悠仁さまの進学先選びにどのように影響するかについては様々な意見があります。一部の人々は
彼の研究活動が将来の大学入学のための一環として行われているのではないかと批判的な見方をしています。特に皇族としての特権を利用しているのではないかという疑念も一部で上がっており、これが紀子さまにとって大きなプレッシャーとなっている可能性があります。一方で悠仁さまの研究に対する真摯な姿勢は多くの専門家からも高く評価されています。彼がトンボの生態に関する研究を続ける中で多くの一流の研究者たちと協力し、その成果を論文や学会で発表していることは彼の学問的な能力を示すものです。またこのような活動は将来の大学での学びやキャリア形成においても大いに役立つことでしょう。紀子さまは悠仁さまが自らの興味と情熱を追求し学問的な成果を上げることを心から願っておられます。そのため彼の研究活動を全力でサポートしておられます。今回の国際昆虫学会議への参加もその一環として非常に重要な意味を持っています。 SNS と皇室の情報発信、近年皇室は情報発信の手段として SNS を活用するようになりました。特に皇室の公式インスタグラムアカウントが開設されたことは大きな話題となりました。このアカウントは皇室の活動や日常を広く国民に伝える手段として非常に注目されています。この公式インスタグラムアカウントは開設からわずか3ヶ月でフォロワー数が168万人を超えるなど多くの関心を集めています。皇室の SNS 活用は現代の情報社会において非常に重要な意味を持ちます。これにより国民との距離を縮め、皇室の活動をより身近に感じてもらうことができるようになりました。しかしこの SNS の活用には一部で批判的な意見も存在します。特にフォロワー数やいいねの数が明確に示されるため人気の格差があらわになることを懸念する声があります。例えば天皇ご一家と秋篠宮ご一家の投稿が比較され、それによって人気や評価の差が浮き彫りになることが問題視されています。紀子さまにとってもこの SNS の影響は大きいものとなっています。特に悠仁さまの学術活動や進学先に関する情報発信がどのように受け取られるかは非常に敏感な問題です。紀子さまは息子の学問的な成果を広く伝え、彼の努力を評価してもらうために SNS を活用することの重要性を理解しています。しかしその一方で過度な期待や批判が彼に向けられることを避けるため慎重な情報発信が求められています。最近では皇室の公式インスタグラムアカウントにおいて愛子さまの活動写真が投稿され、その人気が一層高まっています。このような投稿は皇室全体のイメージ向上に寄与する一方で、他の皇族との比較や評価の対象となることも避けられません。紀子さまは悠仁さまの評価を高めるためにどのような情報を発信すべきかを常に考えています。さらに紀子さまは情報発信において慎重な姿勢を保ち続けています。彼女は悠仁さまの学術活動や進学先に関する情報を適切に伝えるために専門家の意見を参考にしながら戦略的に情報を発信しています。これにより過度な批判や誤解を避けつつ彼の努力と成果を正当に評価してもらうことを目指しています。 SNS は皇室と国民をつなぐ重要なツールであり、その活用方法は今後も注目されるでしょう。さてここからは紀子さまが抱える苦悩と悠仁さまの進学問題について詳しくお話しします。悠仁さまの進学先が注目される中、その裏で紀子さまが感じているプレッシャーとその原因について深掘りしていきます。まず紀子さまが抱える最大の悩みは悠仁さまの進学先選びに対する世間の期待と批判です。悠仁さまは皇位継承順位第2位という重要な立場にあり、その進学先は将来の皇室の在り方にも大きな影響を及ぼすとされています。このため多くの人々が彼の進学先に注目し、その選択に対して厳しい目を向けています。一部の批判者は
悠仁さまの学術活動が進学先選びの一環として行われているのではないかと疑念を抱いています。特に皇族としての特権を利用しているのではないかという声もあり、これが紀子さまにとって大きな負担となっています。紀子さまは息子が公平に評価されることを望んでおり、このような批判が彼に向けられることを非常に心配しています。また紀子さま自身も悠仁さまの進学先選びに深く関与しており、その責任感から来るストレスも大きいです。彼女は息子が最適な環境で学び、自らの才能を最大限に発揮できるようにするために、さまざまな情報を収集し、専門家と相談しながら進路を模索しています。この過程で紀子さまは多くのプレッシャーと向き合わなければならないのです。さらに紀子さまの苦悩は悠仁さまの進学先だけにとどまりません。彼の将来の役割や皇室内での位置づけに関する期待と現実のギャップも彼女の心を重くしています。悠仁さまがどのように成長し、将来の皇室の一員としての役割を果たしていくのか、その道筋を見つけることは容易ではありません。紀子さまはこの重要な課題に対して真摯に取り組んでおり、その過程で感じるプレッシャーは計り知れないものがあります。また紀子さまの苦悩は世間の注目と批判だけではありません。彼女は家庭内でも母親としての役割を全うしなければならず、そのバランスを取ることも大きな挑戦です。悠仁さまが自らの興味や関心を追求しつつ、社会的な期待に応えることができるように、紀子さまは全力でサポートしています。この努力は、一部の人々からは理解されにくいかもしれませんが、母親としての愛情と責任感から来るものです。紀子さまが抱えるこれらの苦悩は、非常に複雑で多岐にわたるものです。しかし、彼女は常に前向きに努力を続けており、悠仁さまの将来を見据えて最善の選択をするために尽力しています。このような背景を理解することで、私たちも紀子さまの苦悩に対する理解と共感を深めることができるでしょう。いかがでしたでしょうか。紀子さまの隠された苦悩と悠仁さまの進学問題についてお話ししました。紀子さまは悠仁さまの進学先選びに関して多くのプレッシャーと直面しています。彼女の苦悩は息子が皇族としての期待に応えるだけでなく、一個人としての成長と学びを両立させることにあります。その中で紀子さまは母親として皇室の一員としての責任を全うするために日々努力を続けておられるようです。今後も皇室の動向を温かく見守っていきましょう。